バチカン放送の本部ローマの北 18km ほどのサンタマリアギガレリアにある送信施設。バチカン放送はローマ教皇庁によって運営されているカトリック教会の公式ラジオ放送局である。バチカン放送はカトリック教会全体の公式放送である。ローマ教皇庁はカトリック教会の頂点であり、世界全体では13億人ほどの信徒を要しており、 カトリック信徒は世界各地におり、使用言語も非常に多いので、国際電気通信連合からも、いかなる地理的制約も受けずに放送することが認められていて、文字通り地球全体に届くような方法で、単波を用いて47ほどの言語で国際放送を行っている。それがバチカン放送の主たる業務である。現在では、単波、DRM、中波、 FM、衛星放送、インターネット放送など様々な周波数帯や伝送形式を使って放送を行っている。放送番組は世界61カ国で活動している200名を超える記者によって制作されており、番組の内容としては国際ニュース、カトリックのお話、特集番組、音楽番組などで年間でのべ4万2000時間ほどの量の番組が 放送されている。カトリック教会の日本のカトリック中央協議会の公式サイトの情報によると、バチカン放送のローマ教皇庁内での組織的な位置づけとしては事務局があり、その中に広報のための部署があり、そこがバチカン放送を統括しているということになっている。なお、上記の主たる業務である大規模な国際放送のほかにバチカン四国及び ローマ市内向けのために、いわゆるローカル放送も FM 放送で行っており、このローカル番組の内容はイタリアの国政、生活、文化、音楽関連の番組である。こちらは基本的にローマあたりにいる人しか聞けない。初回の放送は1931年2月12日。呼び出し符号は HVJ。開局当初の放送チャンネルは 単波にチャンネルのみであった。初回の放送内容としては、教皇ピュース11世によるメッセージが流された。バチカン放送の放送設備の構築には、無線の歴史で重要な人物、クリエルモ・マルコーニが関与し、初代の放送局長は、物理学者でアッカデミア・ポンティ・フィシアデイ・ニュー・ビリンケイ、代表のジュゼッペ・ジャイオン・フロンチェスキーであった。1933年、 バチカン宮殿とガンドル補助の間に高級的なマイクロウェーブ伝送経路が確立される。九百三十六年、国際電気通信連合は、バチカン放送を特別な事例と認め、いかなる地理的制約も受けない形で放送することを許可した。九百三十七年十二月二十五日、送信出力二十五キロワットとなり、二つの指向性アンテナが追加され、 放送チャンネル数は10となった。1948年、放送言語は18カ国語にまで増えた。1950年、欧州放送連合に加盟。送信施設のための空間の確保のために、ローマの北18キロメートルほどの場所サンタ、マリアリキャロレアに400ヘクタールほどの敷地を確保。1952年に、イタリア政府は、この送信施設に、 違い保険を認めた。1957年、新たな放送センター、一つの 100kW 単波送信施設、二つの 10kW 送信施設、一つの 120kW 中波送信施設、合計21の指向性アンテナ及び全方向性アンテナが運用開始。その次の段階として、アフリカ及びオセアニア向けの二つの 100kW 送信施設、 ヨーロッパ向けの2 5 0ットの中波送信施設、極東及び南米向けの5 0 0ットの送信施設が運用開始。2000年代に入り、デジタル放送技術を用いた実験的放送を開始、番組配信のために電子ニュースやポッドキャストなどの使用開始。日本語放送は1959年2月から行われたが受信状態が良くなかったため、 リスナーの確保は難航した。その後、送信設備の拡充などで日本でも受信状態が改善された。受信報告を送ると教皇の写真が入ったカードが届くことで人気があった。長らく局全体として放送言語の拡充はしても削減は行わないという方針であったが財政難から方針を転換し2001年頃から 廃止される番組が出始め、日本語放送も同年3月25日で終了した。終了時点の周波数は午前が7 3 1 0ヘルツと9 5 8 5ヘルツ午後が5 9 4 0ヘルツと1 1 6 2 5ヘルツだった。フィリピンのラジオベリタスアジアはカトリック系であるので友好関係にある。2001年3月には、 送信書からの電波が、周辺の住民に被害を与えているとして、イタリア政府から出力を下げるように通告された。ABC ラビリアン、フィリペ、ザ・ペイパーシー、アンエンサイクロペディア、トラレッティド・バイジョン・オー・マリー、ラウドレッジ、2002、ISBN0 から415922283。ありがとうございます。